一緒に出たよな最初。いや最初平次くんからじゃないですかね。平次くんの方が先に出てて、私はちょっと何話か後から出たと思うんですけど、うん、そうだったのか。うん、うん、ずっとやってるからね。もうそうですね、どこからっていうのがあんまりよくはっきりしないんだけど、うん、初めてねそのこのなんていうのかな熱い感情というか、まあ、他の作品でもあるんでしょうけれど、はい、メイク・ド・クロスロードってやつもそうだったかもしれないけど、はい、カラクレナイの、うん、ラブレター、はいね。まあ、どっかあのカラクレナイで言うならば好きなシーンとかってありますか。やっぱり、うん、最後のヘイジ君とバイクで脱出するシーンはすごい好きだし、あとあのヘイジが、うん、あのモミジちゃんね、ライバルのモミジちゃんが出てきた時にすごいねこう大きくて胸が、うん、でそれに対してヘイジがなんかすごい健康な高校生のそう反応して、そう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 、ヘイジってめっちゃいいとこのボンボンなのにそういうことパッて言っちゃうんですよね本当に。それで、まあ、それでなんかカズハちゃんと喧嘩するいざこざがね、なんかちょっとああいうの可愛いなと思うんですけど。いやまたか。